シエド、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。6回終了、4対3、1点リードはジャイアンツです。里崎さん、7回も続投ということになりました。そうですね、まあ、試合を作ってリードしてますからね、まあ、最後までいくと思いますから、勝負はここからでしょうね。そうですね、勝負の終盤7回です。アウトロー外れます。3球目は何で来るか、ボールになります。スライダーが決まります。ツーボールツーストライクです。低めは外れました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。ショートうまくさばいてアウト、ワンアウトです。5番バッター平田、前の打席打たれたのは失投でしたからね、ここはシャキッとしないといけませんよね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。さあ2球目は何か、ストライクです。ノーボールツーストライク。インサイド落ちました。これはどうか、菅野アウト、ツーアウト。バッターボックスには6番高橋、先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがライトフライに倒れています。2アウトランナーありません。初球ボール、次が2球目、スライダーは空振り。インコース決めました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これが4球目、インサイド落ちました。センターに抜けました。これでマルチヒット、2アウトランナー1塁。ご覧いただいています、ここはうまく打ち返されてしまいました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。イン
コースを落としました。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。変化球打った。高いバウンド、ショート取った。一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4対3、ジャイアンツが1点差を守っています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。西さん、リードして迎えたこの7回なんですが、まだこの点差では油断はできませんよね。まあもうちょっと点差が欲しいですよね。まああと1点2点、できれば3点欲しいですね。そういった余裕のある終盤を作ることができるんでしょうか。あーよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。ファウルになります。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。バッターボックスには2番丸。今日はまだ当たりがありません。前の打席はハワイアという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。小熊、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。高めに決まりました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。変化球が高めに外れています。見逃し三振、ツーアウトになりました。打席には3番バッターイアヌエバ。今日はまだ当たりがありません。まあさっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは積極的にいってほしいですね。そうですよね。ツーアウトランナーありません。2球目は何で来るか。低め見送っています。ボール先行です。これが3球目、ストライクになります。インサイド、弾き返した打球はセンターへ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回ジャイアンツ三者凡退です。7回終わって4対3、1点リードはジャイアンツです。8番バッター大野。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。アウトコース決まってストライク。155キロがいきなり出ました。まっすぐですね。はい、ストレートが決まっています。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。菅野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。
これは手が出ないか。真ん中打ちました。これはどうか。セカンド取る。ツーアウトになりました。バッターボックスには代打の遠藤。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。インサイド変化球決まっています。高めの球ストライクになります。ノーボールツーストライクです。打ちました。山本一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対3、1点リードはジャイアンツです。8回の裏ジャイアンツの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。マルティネスがマウンドに上がります。バッターは岡本。今日はホームランを放っています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ジャイアンツ1点リードで迎える8回の攻撃です。西さん、試合を決定づけるにはもう1点得点が欲しいところですよね。まだこれで大丈夫というようなね、点差ではないですからね。そうですよね、この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんよね。ストレート外れました。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。打ちました。痛烈、センターへ抜ける。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。さあ、ここでジャイアンツダイソーを送ります。重信がファーストランナーに入ります。バッターボックスは5番亀井。今日は盗塁を1つ成功させています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド打ち上げました。打球は左中間へ。レフト掴んでワンアウト。6番バッター楊大寛。今日はまだ当たりがありません。前の打席はアウトにはなりましたけど、いい当たりでしたよね。タイミングは合ってると思うので期待したいですね。そうですね。ワンアウトになっています。中途半端。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。ここまで来たらバッターだけに集中した方がいいかもしれませんね。この盗塁は大きいですよ。チャンスになりましたね。やはりタッチもセーフ。これはちょっと手が出ません。
ワンボールツーストライクです。次が4球目。インサイド打った。さあ抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。二塁ランナー三塁も回った。ホームに送球する。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ追加点、5対3。エースに援護点をプレゼントします。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いや、いい形でね、点を取れましたね。これからもうちょっと加点したいですね。ここでの追加点、勝利が一段と見えてきたかもしれません。さあ、この終盤で追加点のランナーを一塁に置いて